スペースシャトルインディペンデンスはヒューストン宇宙センターに展示されているスペースシャトルオービターの実物大の模型。かつてはエクスプローラーという名称でケネディ宇宙センタービジターコンプレックスに展示されていた。エクスプローラー時代には脇にエレベーター付けの見物棟があり観光客はベイロードやコックピットのモックアップ、シャトル初期に 宇宙飛行士が着用したオレンジ色のップ服を着たマネキンなどを見ることができた。またエクスプローラーの横には2本の固体燃料補助ロケットが付けられた外部燃料タンクも展示されていた。このビジターコンプレックスにはスペースシャトルアトランティスの実機が提供されることになったためエクスプローラーは2011年12月に移動を開始し2012年6月に NASA ジョンソン宇宙センターに隣接して設置されている見学施設であるヒューストン宇宙センターへと移された。ここでは退役したシャトル輸送機の上に乗った状態で展示される予定で、オービタの名前も新たに募集が行われた。名称の公募をもとに2013年10月5日に発表された新しい名前はインディペンデンスとなった。ありがとうございます。